ボンビバジーイバンドロン酸、またはイバンドロネートはビスフォスフォネート薬群の一つ。日本での製品名はボンビバで、静脈注射剤と錠剤がある。他のビスフォスフォネート薬と同様に骨に対して高い親和性を持ち骨表面に吸着し、破骨細胞の機能障害及びアポトーシスを誘導することで破骨細胞を減少させ骨吸収を抑制する。 注射剤、錠剤ともに低カルシウム血症の患者で近忌であるほか、錠剤では食道狭窄、またはアカラシア等の患者と服用時に入りつい、または剤を60分以上保てない患者を近忌としており、服用時に十分な水とともに服用し上部消化管障害を予防するように求められている。日本国内で実施された治験では、注射剤で24.4%、 錠剤で27.7%に副作用が見られた。主な副作用は、下痢、肺部痛、頭痛、筋肉痛、関節痛、疲労、倦怠感であった。重大な副作用は、である。閉経後骨粗しょう症に対する強状脈投与のビスフォスフォネート剤は、総じて安全との報告がある。ありがとうございます。